羅生門、芥川龍之介。ある日の暮れ方のことである。一人の下人が羅生門の下で雨闇を待っていた。広い門の下にはこの男のほかに誰もいない。ただところどころ二塗りのはげた大きな丸柱にキリギリスが一匹止まっている。羅生門が朱雀大路にある以上はこの男のほかにも雨闇をする一目傘やもみえ星がもう二三人はありそうなものである。それがこの男のほかには誰もいない。なぜかというとこの二三年京都には地震とか辻風とか火事とか飢饉とかいう災いが続いて起こった。そこで洛中のさびれ方は一通りではない。旧記によると仏像や仏具を打ち砕いてその荷がついたり金銀の箔がついたりした木を炉端に積み重ねて薪の城に売っていたということである。洛中がその始末であるから羅生門の修理などは元より誰も捨てて顧みるものがなかった。するとその荒れ果てたのを良いことにして懲りが済む、盗人が済む、とうとうしまいには引き取り手のない死人をこの門へ持ってきて捨てていくという習慣さえできた。そこで日の目が見えなくなると誰でも気味を悪がってこの門の近所へは足踏みをしないことになってしまったのである。その代わりまたカラスがどこからかたくさんたかってきた。昼間見るとそのカラスが何羽となく輪を描いて高いシビの周りを鳴きながら飛び回っている。ことに門の上の空が夕焼けで赤くなるときにはそれがゴマをまいたようにはっきり見えた。カラスはもちろん門の上にある死人の肉をついばみに来るのである。もっとも今日は刻限が遅いせいか一羽も見えない。ただところどころ崩れかかった、そうしてその崩れ目に長い草の生えた石段の上にカラスの糞が点々と白くこびりついているのが見える。下人は七段ある石段の一番上の段に洗いざらした紺の青の尻を据えて右の方にできた大きなニキビを気にしながらぼんやり雨の降るのを眺めていた。作者はさっき下人が雨闇を待っていたと書いた。しかし下人は雨が止んでも格別どうしようというあてはない。普段ならもちろん主人の家へ帰るべきはずである。ところがその主人からは四五日前に暇を出された。前にも書いたように当時京都の町は一通りならず衰微していた。今この下人が長年使われていた主人から暇を出されたのも実はこの衰微の小さな余波に他ならない。だから下人が雨闇を待っていたというよりも雨に降り込められた下人が行きどころがなくて途方に暮れていたという方が適当である。その上今日の空模様も少しからずこの平安町の下人のセンチメンタリズムに影響した。猿の国下がりから降り出した雨は未だに上がる景色がない。そこで下人は何を置いても差し当たり安の暮らしをどうにかしようとしていわばどうにもならないことをどうにかしようとして
取り留めもない考えをたどりながら、さっきから朱雀王子に降る雨の音を聞くともなく聞いていたのである。雨は羅生門を包んで、遠くからザーッという音を集めてくる。夕闇は次第に空を低くして、見上げると門の屋根が斜に突き出したイラカの先に重たく薄暗い雲を支えている。どうにもならないことをどうにかするためには手段を選んでいるいとまはない。選んでいれば炊事の下か道端の土の上で飢え死にをするばかりである。そうしてこの門の上へ持ってきて犬のように捨てられてしまうばかりである。選ばないとすれば、下人の考えは何度も同じ道を停滞した挙句にやっとこの局所へ放着した。しかしこのすればはいつまでたっても結局すればであった。下人は手段を選ばないということを肯定しながらも、このすればの型をつけるために当然その後に来たるべき盗人になるより他に仕方がないということを積極的に肯定するだけの勇気が出ずにいたのである。下人は大きな草目をして、それから大儀そうに立ち上がった。夕冷えのする京都はもう日よけが欲しいほどの寒さである。風は門の柱と柱との間を夕闇とともに遠慮なく吹き抜ける。荷塗りの柱に止まっていたキリギリスももうどこかへ行ってしまった。下人は首を縮めながら山吹の風見に重ねた紺の青の肩を高くして門の周りを見渡した。雨風の憂いのない、人目にかかる恐れのない、一晩楽に寝られそうなところがあればそこでともかくも夜を明かそうと思ったからである。すると幸い門の上の廊へ登る幅の広い、これも荷を塗ったはしごが目についた。上なら人がいたにしてもどうせ死人ばかりである。下人はそこで腰に下げた聖塚の太刀が鞘走らないように気をつけながら、藁草履を履いた足をそのはしごの一番下の段へ踏みかけた。それから何分かの後である。羅生門の廊の上へ登る幅の広いはしごの中段に、一人の男が猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子を伺っていた。廊の上から差す日の光がかすかにその男の右の方を濡らしている。短いひげの中に赤く膿を持ったニキビのある頬である。下人は初めからこの上にいる者は死人ばかりだと鷹をくくっていた。それがはしごを二三段登ってみると、上では誰か火をとぼして、しかもその光をそこここと動かしているらしい。これはその濁った黄色い光が隅々に蜘蛛の巣をかけた天井裏に揺れながら映ったので、すぐにそれと知れたのである。この雨の夜にこの羅生門の上で火を灯しているからはどうせただのものではない。下人はヤモリのように足元を盗んで、やっと急なはしごを一番上の段まで這うようにして登り詰めた。そうして体をできるだけ平らにしながら、首をできるだけ前へ出して
恐る恐る牢の内を覗いてみた。見ると牢の内には、噂に聞いた通り、いくつかの死骸が無造作に捨ててあるが、火の光の及ぶ範囲が思ったより狭いので、数はいくつともわからない。ただ、おぼろげながら知れるのは、その中に裸の死骸と着物を着た死骸があるということである。もちろん、中には女も男も混じっているらしい。そうして、その死骸は皆、それが、かつて生きていた人間だという事実さえ疑われるほど、土をこねて作った人形のように、口を開いたり、手を伸ばしたりして、ゴロゴロ床の上に転がっていた。しかも、肩とか胸とかの高くなっている部分に、ぼんやりした火の光を受けて、低くなっている部分の影を一層暗くしながら、永久に推しのごとく黙っていた。下人は、それらの死骸の腐乱した周期に、思わず鼻を覆った。しかし、その手は次の瞬間には、もう鼻を覆うことを忘れていた。ある強い感情が、ほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからだ。下人の目は、その時、初めてその死骸の中にうずくまっている人間を見た。ひばだ色の着物を着た、背の低い、痩せた、白髪頭の、猿のような老婆である。その老婆は、右の手に火を灯した松の木切れを持って、その死骸の一つの顔を覗き込むように眺めていた。髪の毛の長いところを見ると、多分、女の死骸であろう。下人は、六部の恐怖と四部の好奇心とに動かされて、暫時は息をするのさえ忘れていた。旧期の記者の語を借りれば、刀身の毛も太るように感じたのである。すると老婆は、松の木切れを床板の間に刺して、それから今まで眺めていた死骸の首に両手をかけると、ちょうど、猿の親が猿の子のしらみを取るように、その長い髪の毛を一本ずつ抜き始めた。髪は手に従って抜けるらしい。その髪の毛が一本ずつ抜けるのに従って、下人の心からは恐怖が少しずつ消えていった。そうして、それと同時に、この老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきた。いや、この老婆に対すると言っては語弊があるかもしれない。むしろ、あらゆる悪に対する反感が、一分ごとに強さを増してきたのである。この時、誰かがこの下人に、さっき門の下でこの男が考えていた、飢え死にをするか、盗人になるかという問題を、改めて持ち出したら、おそらく下人は、何の未練もなく、餓死を選んだことであろう。それほど、この男の悪を憎む心は、老婆の床に刺した松の木切れのように、勢いよく燃え上がり出していたのである。下人には、もちろん、なぜ老婆が死人の髪の毛を抜くのかわからなかった。したがって、合理的には、それを善悪のいずれに片付けてよいか知らなかった。しかし下人にとっては、この雨の夜に、この羅生門の上で、死人の髪の毛を抜くということが、それだけで、すでに許すべからざる悪であった。もちろん、下人はさっきまで自分が、
盗人になる気でいたことなぞはとうに忘れていたのである。そこで下人は両足に力を入れて、いきなりはしごから上へ飛び上がった。そうして聖塚の太刀に手をかけながら、大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が驚いたのは言うまでもない。老婆は一目下人を見ると、まるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった。おのれ、どこへ行く。下人は老婆が死骸につまずきながら、慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いで、こう罵った。老婆はそれでも下人を突きのけて行こうとする。下人はまたそれを生かすまいとして押し戻す。二人は死骸の中でしばらく無言のままつかみ合った。しかし勝敗は初めからわかっている。下人はとうとう老婆の腕をつかんで無理にそこへねじ倒した。ちょうど鶏の足のような骨と皮ばかりの腕である。何をしていた。いえ、言わぬとこれだぞよ。下人は老婆を突き放すと、いきなり太刀の鞘を払って白い鋼の色をその目の前へ突きつけた。けれども老婆は黙っている。両手をわらわら震わせて、肩で息を切りながら、目玉がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて、推しのようにしゅうねく黙っている。これを見ると、下人は初めて、明白にこの老婆の生死が、全然、自分の意志に支配されているということを意識した。そうしてこの意識は、今まで険しく燃えていた憎悪の心を、いつの間にか冷ましてしまった。後に残ったのは、ただ、ある仕事をして、それが円満に成就した時の、安らかな得意と満足とがあるばかりである。そこで下人は老婆を見下ろしながら、少し声を和らげてこう言った。俺は検非違使の町の役人などではない。今しがたこの門の下を通りかかった旅の者だ。だからお前に縄をかけてどうしようということはない。ただ、今自分この門の上で何をしていたのだか、それを俺に話しさえすればいいのだ。すると老婆は見開いていた目を一層大きくして、じっとその下人の顔を見守った。まぶたの赤くなった肉食鳥のような鋭い目で見たのである。それからシワでほとんど鼻と一つになった唇を、何か物でも噛んでいるように動かした。細い喉で、尖った喉仏の動いているのが見える。その時、その喉からカラスの鳴くような声が、あえぎあえぎ、下人の耳へ伝わってきた。この髪を抜いてな。この髪を抜いてな。カズラにしようと思うたのじゃ。下人は、老婆の答えが存外平凡なのに失望した。そうして失望すると同時に、また前の憎悪が冷ややかな侮蔑と一緒に心の中へ入ってきた。するとその景色が先方へも通じたのであろう。老婆は片手にまだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり、引きのつぶやくような声で口ごもりながらこんなことを言った。なるほどな。死人の髪の毛を抜くということは、なんぼ悪いことかもしれぬ。じゃが、ここにいる死人どもは、皆そのくらいなことをされてもいい人間ばかりだぞよ。現在わしが今、髪を抜いた女などはな、
蛇を四寸ばかり筒に切って干したのを干し魚だと言うて縦脇の陣へ売りにいんだわ。闇にかかって死ななんだら今でも売りにいんでいたことでやろう。それもよ、この女の売る干し魚は味が良いと言うて縦脇どもが欠かさず裁量に買っていたそうな。わしはこの女のしたことが悪いとは思うていぬ。せねば飢え死にをするのじゃて仕方がなくしたことであろう。されば今またわしのしていたことも悪いこととは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば飢え死にをするじゃて仕方がなくすることじゃわいな。じゃてその仕方がないことをよく知っていたこの女は大方わしのすることも多めに見てくれるであろう。老婆はだいたいこんな意味のことを言った。下人は太刀を鞘に収めてその太刀の柄を左の手で押さえながら冷然としてこの話を聞いていた。もちろん右の手では赤く頬に膿を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのである。しかしこれを聞いている中に下人の心にはある勇気が生まれてきた。それはさっき門の下でこの男には欠けていた勇気である。そうしてまたさっきこの門の上へ登ってこの老婆を捕まえた時の勇気とは全然反対な方向に動こうとする勇気である。下人は飢え死にをするか盗人になるかに迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心持ちから言えば飢え死になどということはほとんど考えることさえできないほど意識の外に追い出されていた。きっとそうか。老婆の話が終わると下人はあざけるような声で念を押した。そうして一足前へ出ると不意に右の手をニキビから離して老婆の襟髪をつかみながら噛みつくようにこう言った。では俺が日上げをしようと恨むまいな。俺もそうしなければ飢え死にをする体なのだ。下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取った。それから足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴倒した。はしごの口まではわずかに五歩を数えるばかりである。下人は剥ぎ取った日和田色の着物を脇に抱えて瞬く間に急なはしごを夜の底へ駆け下りた。しばらく死んだように倒れていた老婆が死骸の中からその裸の体を起こしたのはそれから間もなくのことである。老婆はつぶやくようなうめくような声を立てながらまだ燃えている火の光を頼りにはしごの口まで這っていった。そうしてそこから短い白髪を逆さまにして門の下を覗き込んだ。外にはただ濃くとうとうたる夜があるばかりである。下人の行方は誰も知らない。